おはようございます、ここがですね埼玉県の巾着田公園というところで、今ですね8日目の朝を迎えました。旅ももう8日目になると結構ね車の中に生活感が出てきました。今ですね車の中がどうなってるのかっていうのをちょっとお見せしたいなと思います。そうですね、荷物をなるべく少なめに持ってきたはずだったんですけれども、だんだん増えてきまして、こういうカメラとかは変わんないんですけど、まあ、こういうねバスタオルとか置き場がなくて今ここにあるような感じです。でこれはまあ後で着替えるんで置いてます。で服はここにかけてありまして、冷蔵庫は結局ここに置いてます。でここに置くか、夜過ごすときは向こうに置くというような感じですね。で、この道中一回も使ってない調理器具はこちらです。でこちらの方はお土産が入ってます。でこれがベッドで、ベッドもね一応こっちで基本的には寝てるんですけど、寒ければこっちを出すというような感じなのと、このテーブルの下、テーブルの下もねいろいろいただいたものだったりとかで今結構いっぱいに近いかもしれないです。これはね持ってきてよかったなと思います。こっち側がですね洗濯物入れ、でこっち側が着替え入れというようになってます。4日目か5日目にケージのところで洗濯機を借りて以来ね、まだ洗濯はしてません。おそらく明日ぐらいには洗濯しなきゃいけないような状態になるんじゃないかなと思います。意外とねこれだけでもなんとかなったなっていうような感じですね。ありがとうございました。はい、とりあえず山梨に行ってきます。はい、どうぞ。ありがとうございました。どうも。じゃあ失礼します。ありがとうございました。こちらみたいですね。こっちか。こっちでいいんだよね。うわー、結構渋い道を降りていくんだな。よいしょ。よいしょ。おお、渋い道だなこれ。これでまた間違ってたら面白いですけどね。これはもううちの奥さんとか絶対通りたがらない道ですね。久保キャンプサイト、やっぱ書いてありますね。久保キャンプ場と。いや結構すごいとこにあるんだこれ。入り口はこっちか。はい、山口からありがとうございます。駐車場ってどこなんですか。下なんですよ。あ、こっちですか。まだ下がれるんです。そうそう。あ、はい。すみません、遅くなりまして。はじめまして。よろしくお願いします。あ、はじめまして、よろしくお願いします。すみません、お待たせしました。だいぶお待たせしまして。着きました、なんとか。あ、はじめまして。カニと申します。よろしくお願いします。アオリナさんとかお会いしたことがあります。あ、そうなんですね。はい、この間もキャンプさせていただいたんですよ。へぇー。ここに。ニャンタンともキャンプさせてもらったんですよ。あ、そうなんですね。ニャンタンさんは夏キャンプさんの年末のキャンプの時にニャンタンでした。ニャンタンさんは3日後ぐらいにありますね、京都で。あの笠木キャンプ場、はい、あそこで会うことになって、最後の日程のとこですよね。そうですね、一番最後に。よろしく言ってください。急
来ましたよ、山梨県。あ、大丈夫大丈夫。先にちょっとお渡ししていきます。あ、こっちの神様からなんですけど。あ、本当ですか。あの千葉のビワゼリーと。あ、すみません。銚子のイワシの辛いやつ。これ僕さんと二人で食べてください。ありがとうございます。やっぱ人によってですね、持ってるものが全く違うっていうのが面白いですよね、こういうの。これは DOD のソロ用のかまぼこかな。で、スカイさんはモンベルの一人用のテント。これすごい軽いやつですよね。そうですね。テントとかシェルターなんでね。緊急避難用なんですよね。もうそろそろ暑いです。あ、シングルモードで全然。そっかそっか。風通んないんで。一人だったらこれぐらいが楽っすよね。もう寝るだけなんで。しかもバイクで行かれるんですもんね、いつも。そうですね。で、しかも外で大体のことを済ませるんで。あ、そうですよね。僕もそうなんですよ。テントの中で過ごすってことがほぼないから。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。皆さん初めてお会いする方ばっかりなんで、すみません、一方的にしか動画にしか、ありがとうございます。これかっこいいですよね。それと巻き割りたいからね。もう4時ですね。もういいでしょ。もういいでしょ。じゃあ僕もいいぞ。もういいでしょ。じゃあじゃあじゃあ。おお。戦略フォローに。じゃあ、それでは皆さん、はじめまして。よろしくお願いします。お疲れ様でした。まだ4時ですからね。ここなんか、じゃあ設備も結構いいとこなんですかね。なんか俺、いっぱいどうしようかな、また。コンビニ探さなきゃなと思ってたから全然一緒にあそこの坂降りてくるときマジかみたいな感じで思いましたけどね。思いましたよ。アイディアバーみたいな。ポッポイントいただいていいですか。どうぞ。あ、作らせます。あ、美味しい。シェルマップあれあれみたいな。じゃあこれ、アオリナさんにいただいた。あーすげー。シェラカップをちょっと開けてみます。なんか千葉のワイルドワンでなんか買われたっていう。限定か何かですかね。店ごと限定のシェラカップがあるらしい。あ、そうなんですか。確かにイルマって書いてあります。すごい一回出してもせしまっちゃうね。使えないみたいな。サヤマピー。狭山のお茶です。あ、狭山のお茶のイルマのシェラカップワイルドワンって書いてあります。志村健が歌ったやつ。なんかかっこいい。狭山茶どころなさけ、あのお茶です、ね、俺東村山しか知らない。見渡しゃあれ、あ、これですか。あ、ほんとだ、同じようなお正月じゃないの。おめでたい。あ、どうぞどうぞ。やってみよう。壊してもらっ
りやすいですよこれ。ああ本当ですか。すごい恐る恐るやってる感じですね。クリックやるとパコーンこれやっぱいいです ね。全然上手そうですもんね。こんなごついナイフは持ってないっすよ。乱暴ナイフ乱暴ナイフ乱暴ナイフ。でかいっす。僕のも自分で自分で太いじゃん。普通の砥石ですか。砥石、普通の100均で買ってくるような砥石とか使ってやってください。いいっすか。いいです。俺もちょっとやらせてください。ナタでやったらいいよみたいなことを言って。ああ、ナタの方がでも使いやすいのかな、うん、なんか両刃のナタがなんか簡単だからみたいな、うん、ナタは叩けるからいいっすよ、ね、そんな叩けないですもんね、うん、あ、ナタですよ。ナタですね。あ、やっぱああいうナタの方がいいっすよね。刃物はやっぱりやらないとね、その感覚っていうか、ね、あれも分かんない。大丈夫ですか、やっぱり、うん、これいいですよ ね、 ね、うん、めちゃめちゃいいですよ。車だったら持って歩きたいですよ。本当ですね。だいぶ時間かけて作られてるみたいな。あ、ですよね。相当だってちゃんとしっかりっていうか、普通のやつ全然違うですね。これはいいや。持ち運びにもいいし、ね、このだけ軽い。ちゃんとあれついてますよ。腰にぶら下げられて、カトリ線香入れられた感じで違うよみたいな。あと何日くらい買えるんですか。あと今日入れると4日ですね。はい、結構過密スケジュールですね。あの移動にちょっと時間を使いすぎてる感があるんですけど、もうちょっとかかりますよ。昨日もだから福島から埼玉まで行って、で宇都宮の餃子を俺すげえ食べたっけ。でも食べると11時まで待たないといけないから、こっちが遅くなっちゃうからって寄れなかったんですよね。うまいっすよね。でもね、どうですか。ああ、うまいっすね。なんかキャンプとかで食う餃子がなんかえらい美味しかったですよね。そうなんですよ。あの、もう焦げすぎたぐらいのやつ。なんかどうでもいいような餃子用意させてました。あ、そうなんですか。180個とか。うわ、すげえ。尋常じゃないよ、ね、一人何個食べるんですけど。一応僕、200個なんで。あ、そろそろそろ。明日になるだけなんで。でも90個でも相当ありますよ、半分の。チーズフォンデュでも作っちゃうから。マジですか。お魚じゃないですか。ぐだぐだになっちゃう。ポップコーンでいいかもしれない。意外とうまいですよ。乾き物なら乾き物がいいですよ。僕もなんかそんな感じになりそうだったんで、あのおつまみ的なものしか買ってきてないです。基本そうですよね。あ、どうも。こんにちは、ゆきりです。どうも、はじめまして。はじめまして。はじめまして。お会いするのは。あ、こんにちは、はじめまして。あ、はじめまして、ゆきりです。ラミーです。どうも、ゆきりです。どうもです。あ、どうも。あ、はじめまして、ゆきりです。はじめまして。しらじらしい。しらじらしいじゃん。飲んでんの。はい。俺より先に。はい。させ。いえいえ。させ。いえいえ。乾杯しちゃいました。させ。川の水でもいいですか。うまいんだよね。俺ね、それあれなんですよ、作ってないんですよ。千葉の、はい、ようかな、トントン。ありがとうございます、はい、これちょっと食べてみてください、はい、いただきます、はい、ありがとうございます。あと千葉で有名な醤油、下佐醤油。下佐醤油、あ、これはもうメジャーなんで、はい、ありがとうございます。もしよかったら使ってみてください、はい、であとはもう千葉で絶対欠かせない鯛せんべい。鯛せんべい、ええ、ありがとうございます。これも結構ハマります。ありがとうございます、はい、作ってくれちゃうとさ、嬉しくてしょうがないから。セラカップ。あ、マジですか。千葉のワイルドワンの印材っていうお店の専用のセラカップ。わ、また違うやつだ。うん、青山ビールのやつですと。あ、栃木青山だ、ごめん、行った栃木行った時だ。あ、ありがとうございます。これがシャープ8。そうです、多分サイズが全然違うと思うんですけど。ああ、やっぱ大きいよね、自分の方が。そうですよね、全然大きい。いやす、いや、いいよやっぱりこれ。作ろうっつってもなかなかね。自分こういう風な感じでいてます。ああ、なるほど、うん、なるほど。それでも全然出しやすいですよね。いや、でもすごいよ。あと、いただいたお土産とかが半分ぐらい。すごいね。一応これで回ってますからね。
ラメさん、ラメさん、はい、写真撮ってもらっていい？普通ショット。いいよ、いいよ、いいよ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。これ、ツイッターで後で送っていただいてもいいですか？あ、全然いいっすよ、はい。うちの奥さんにも見せます。何個も欲しくなる？何個も欲しくなる？うちの中の場合、これなんですよ、実は。これがスタートで、次にじゃあ、4,000円のカード買って、うん、だんだん値上がってるのかよ。結構2万円のカードみたいな。だから自分も、その前までやってたんですよ、軽いのは。はい、で自分、最初釣りが趣味なんで、はい、まあ、最初椅子ですよ。うん、で今度あったかいお茶飲みたいからこうなんかねガスバーナー行きますよ、ね、そっからですよだん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 だねこれがすんげーあるの家に気づいた最初のほら最初これぐらいの高さのやつじゃないですか、そっから焚き火やり始めるからこう行くじゃないですかでこれだとこっちはいいけどこれが窮屈だから今度こういうのが欲しくなるじゃないですかなるほどでこんなの買っちゃうと、うわ車に入んねえよみたいなで今度ベンチが欲しくなるじゃないですかこう二人っきりでこうやってやりたいからベンチも買うしそうあ長いやつがいいっすよ歯が悪いからあんまりドライポーズとかあるもんだからちょうど3軒もあった行かないっすねじゃあやっぱ解いてくればよかったこれオイルが入ってるやつそうですあの油がね、あの松ヤニですね。ああ松ヤニなんだ、うん。松ヤニの塊みたいな。そう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 。だからあの車のフロントガラスに間違って置いとくじゃないですか。うん、そしたらなんかジュワーってなんか染み出してくるんですよ。なんかスペインの生ハムみたいなもんな。すごい。ハモンセラーノ。こういうぐらいの長さで、うん、こうやって組んであげて、なるほどで火を落としてあげるって言ってました。俺も買いましたよ。買いました。リクシーのやつ。欲しいんだよ。初めて見た。これめちゃめちゃいいですよね。これいいですよ。これいいですよね。俺もこれ。でこれ前これのちっちゃいの使ってたんですけど、なんかもうパンパンになっちゃって焚き火やってたら。これなんかしかもその燃やしながらこうどんどん入れていくじゃないですか。うん、あれが面白いんですよね。うん。うちの神さんなんかあれやりだして止まらなくなっちゃうのいやまだあの煮るものあんだけどってボン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 燃やしちゃってずーっとそこにいるでしょ、ねうん、なんか油感がありますねやっぱりバットウッドってやつバットウッドバットウッドこれだけどいけると思うんですよこれ面白いですよねあ開いたばっかりですからねあだからか俺の車の中くせえのえあ置きっぱずっと置きっぱそうだよ、うん、マッチャリファクトリーツイッターであれですよあの商品紹介してますそうなんですね、うん、だからそれであの朝缶コーヒーを缶コーヒーっぽくしないためにシェラカップに入れてたかも自分で入れたかのようにすごい細かいダメなんですよ。そこはダメ。妥協を許さない。そこはこういうところで缶コーヒーが囲われるんです。なるほど。缶コーヒーはこだわりを持つ。コミン。さすが。そこほら自分の世界です。ダメなんですよ。さすがね。まあ飛びわかんないですからね。だからほら朝早く誰よりも早くガタンっていう音がするかもしれない。そうですね。できるじゃん。ガタン絶対あの音するんですよ。そういう時で首って当たっちゃうんじゃないですか。7、4つ揃っちゃった。もう一本みたいな。少しでいい。少し。うん。これでもいいな。
もう全然ついてますね。ねえ。シーナさんとか初めて書き込みしたのは確か焚き火の話でしたよ、ね。でしたっけ？そう。やっぱずっと飛行機で欲しいなとかって思ってたんですけど、もうこれでいいやみたいな感じで。全然いいですよ。うちの子供がこれ木を入れるのをすごい喜ぶんですよ。はい。なんかちょっとずつくべていくじゃないですか。あれが面白いみたいで。飽きないでしょうね。そうですね、うんうん、なんか子供は普通はやっちゃいけないことじゃないですか。だから余計に多分子供は面白いですよね。ちょっと甘め、甘い感じのマグロがぶりマグロで、それで山口の醤油で、タレ、タレ、醤油もし会社もよかったら刺身をお醤油で。ああ、ありがとうございます。あ、本当だ、甘い。ちょっともう一回刺身食べるときにいつもこの醤油で食べる。あ、やばい、これずっと舐めてある。そうなんですよ。美味しい。なんかそれがもうおつまみになるみたいな。入りますんで、すいません。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。本当お気をつけて。はい、ありがとうございます。見守ってますんで、千葉から。こういう感じで。じゃあまた。ありがとうございました。どうも。A&F かなんかで去年出た、ちょっと、ガラス製のやつ。どうも値段見てるんですか。バッチリで何時間だ。実は一つなので多分持ってる。はいはい。肉かすの肉は何の肉なんですか。これは豚かなんかですかね。焼きそば用って書いてあるんですね、本当に。焼きそば専用になんか作られた。こだわりの魔法の粉を富士宮焼きそば。ちょっと違います。違う。オッケー。ナイス。はい。ナイス。出来上がりです。あ、できた？なんだ、あ、アスパラね。うん。アスパラ。わあ、美味しそうですね。アスパラとホタテ。ホタテ。アスパラとホタテ。わあ、美味しそう。ホタテ。置く場所がどんどんなくなってるやつ。ね、はい。誰もいない。うん、いや、美味しいです。あ、良かったです。うん、美味しい、焼きそば。うまいですか。あ、すいません、美味しい、いただきました。あ、いただきます。いただきます。美味しい、焼きそば。皆さん相当作るんだろうなと思いながら来ました。すごいですよね、みんなおのおの作ってますもんね。逆になんか申し訳ない。餃子うまいっす。いや、餃子美味しかったっす。餃子うまいっす。3割うまいっすか。3割うまいっす。3割うまいっすか。あ、なくなったらまたすぐ焼くんで。あ、これお酒のおつまみ。結構スパイで、大人の人は結構平気なんで、僕もちょっと。あ、これうまい。あ、めちゃめちゃうまい、これラゲンタ。炒めてかけてるだけ。これは美味しいですよ。いいろうそくのランタンとか使ってて、かっこいいなと思って買ったんですけど、全然暗くて。これ親父会もこれ採用なんじゃないですか。あ、いいや、全然親父会全然いけます。ロマンチックな感じで。ロマンチック求めます。求めない。でもこれかっこいいですよ。これはいいですよね。でもバーとかにこれがいっぱいあったら良くないですか。ああ、いいですね。おしゃれじゃないですか。おしゃれでしょ。おしゃれですね。
モテる感じがします。求めます。大事なんだ。エンドレス餃子。エンドレス餃子いただこう。また来ちゃった。あと160個ぐらいあるってことですか、ね、あと上りつつですか、あと160です、ね、160 ちなみに寝心地はいかがなんですか。あの意外と大丈夫ですよ。あ、横になってみます。寝ちゃうかもしれない入ってこないけどマットレスがこれぐらいないとダメかなとか最初思ってたんですよ。で行くまではすごい不安だったんですけど、まあ寝てしまえばなんか、はい、家にいる時よりやっぱ旅の方が飲んでますもんね。絶対そうや、結果飲んでますもんね。絶対そうや。それであの福島の時の写真でこんな雨やのにビール飲み込んで荒れ放題でしたからね。であれから店出て、じゃああのコンビニで酒買ってまた道の駅でずっと飲んで一緒に行ってあの餃子とおつまみセットしか頼まなかったんで。ラーメンは食べなかった。ラーメン食べなかった。ラーメン結構うまいですね。あ、そうなんですね。1年ぐらいバイトしたの、コラベン。あ、そうなんですか。へー。餃子はうまいですよ。餃子美味しいですよ。美味しかったですよ。安くて。もしもし。もしもし。東京何県？今はね、山梨県。まだ遠い？まだ遠いね。あとね。うん。4回ぐらい寝たら帰るから、うん、ね、大丈夫かな。うん、分かったよ。もしもし。もしもし。何か変わったことはあったかい。うん、あったよ。何があった。わかんない。え、わかんない。わかんない、うん、そうか、じゃあなかったんだよね。うん、うん、みんな仲良くしよる。しようよ、これ。もしもし。父ちゃん何見つけたい。父ちゃんはね、うん、いろんなものを見つけましたよ。うん、カッパがおる川とかに行ってきたよ。あとは。あとはね、うん、ラーメン食べたりしたよ。あとは。コンビニ寄ったりしたよ。あとは。車でいろんなところに行ったよ。あとは。川にも行ったよ。あとは。海も見たよ。山も見た。あとは。お料理も食べた。あとは。今キャンプしよる。キャンプなんて。え、あとは。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 楽しいところに行こうかな。じゃあ、どうしよう。じゃあね。じゃあね。もしもし。はいはい。しつこかったね。ちょっとしつこかったね今日はね。あ、まあちょっと寂しいかもしれんね。あのエセさんも会えたし、日々さん、ね、うん、日々さんも会えたけ、まあ良かったよ。本当だね。うん。に会えたね。うん、大丈夫。あ、じゃあまた明日電話するけど、で明日はね、長野の予定だったけど、じゃなくて静岡とか、もしかしたら行ければ愛知の方行くかもしれん。そうなん？なんか別にあと2日間のこの予定はないけ、3日目に京都に行かなきゃいけんけど、うん、どっちにしろ明日また電話するけ。うん、分かった。うん、うん、はい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 、ほんじゃね、うん、はい、じゃあね、はい。
かんないけど、なんかできちゃいました。そうそう、チーズフォンデュ的な感じです。すごい、なんかシチュー作ってるのかな。こうしてこうしてあの味は、あの島さんが言った。文句は言ってますね。じゃあ、一個いただきます。昨日の晩御飯とかグリークソーセージだったの。いただきます。どうですか味うめいっすか。いや、うまいっすか。うまいっすか。美味しいですよね。チーズはどんな味。これはスライスチーズと平べったいとあのミックスチーズかな。ピザの上にかけるあれだけと牛乳でゆっくり炒めて温めて伸ばすで塩くて終わり。いや、これうまいっすよ。うまいか。これ結構お酒のおつまみ。うまいっすね。これはだいぶいいお味ですよ。結構いいですね。いいっすよね。うんうん、でこれ余ったらご飯の上にかけて。やっちゃった。チーズリゾットみたいな。そういうことです。パスタに入れてもいいですか。あ、そうそう、パスタに入れてもいいですよ。絡めて。あ、美味しいですね。でちょっとニンニクスライス入れて、そうするとクリームスパみたいな。はい、そういうことでですね、8日目が終わりました。今日もね、楽しい時間を過ごさせていただきまして、いらっしゃった方がですね、グミさんご夫婦、スカイシーリングさん、カニさん、あと波平さん、それとですね、あとちょっとだけでしたけども、日見誠さんいらっしゃいまして、この久保キャンプ場で、すごくね、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。どうしてもね、眠たくなってしまって、ちょっとね、早めに寝ようかなと思って、皆さんね、ちょっと焚き火とかされてるんですけども、早めに切り上げて、あの車の中に入ってきたという感じです。ということで、明日はもうついに9日目ですか。もう残り少ないですけどね、本当に残り少ないけど、楽しく悔いのないように過ごしたいなと思います。そういうことで、おやすみなさい。